4レース勝ちましたのは大阪部有沙選手です。ありがとうございました。お疲れ様です。さあ G1 初出場、この子をしっかりとものにしまして、はい、G1 初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それは水神祭仕様にも用意された感じなんですかね。そうです、岩崎さんが水神祭仕様で、はい、用意していただきました、はい、そんな岩崎さんはこれからボートを下ろすみたいですね。あ、本当ですね。隠して去るっていうね。はい、さあそんな大阪部選手には、はい、テラミちゃんプレゼントということになりますので、はい、どうぞお持ち帰りください。ありがとうございます。さあそのレースね、見ていきたいと思います、はい、では進入は枠乗りの3対3、大阪部選手は1コースからの進入で、ここスタートタイミングがコマ19あたりのスタートだったようです。はい、スタートはいかがでした。ずっと特訓も展示も向かい風で練習してて、うん、で本番直前でいきなり追い風になったので、はい、ちょっと不安ながら、起こしは、うん、向かいの起こしで行ってちょっと合わせながら、うんうん、でも45を見たらちょっと遅いかもと思っても、そこからはかぶっていきました。そうですか、はい、そしてね、1マークは3号艇の樋口選手も来たんですが、はい、受け止めて、はい、逃げを決めたわけですけども、はい、ターン回りというのはいかがですか。そうですね、昨日とついよりは良くなってる感じはします。なんか見え方的に樋口さんが見えた時に、あ、これちょっとまくられるなっていう感じがあったんですけど、でもちょっとペラ先輩方にいろいろアドバイスいただいて、なんか当てた時の押し感が出たと思います。そうですか。では、はい、まあ、昨日部品交換もありましたけれども、はい、どちらかというとプロペラ調整で。そうですね、キャリボでやってちょっと良くなったっていうのはあるんですけど、うん、その後もまだもうちょっと足りないなっていう部分があったので、うん、はい、プロペラ調整してっていう感じです。そうですか、その、はい、調整が勝利につながったわけですね、はいはい、後半レースは9レース4号艇控えてますが、はい、ここに向けての調整はどうしますか。そうですね、もうベースはこんな感じでいこうと思うので、うん、あとは微調整しながらもうちょっといい足にできたらいいなと思います、はい、では後半戦いも楽しみにしてますので、はい、最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、まずこの大会に出れたということがすごい自分の中で嬉しくて、でまたそこで水神祭も挙げれたので、それはファンの方々だったりその応援がすごい力になっているので、これからも応援よろしくお願いします。さあそれではですね、カメラサインもお願いしたいと思います。浮き輪を持ちながらなので大変ですね。さあ、ね、G1 初勝利の貴重なカメラサインということです、はい、ランポーズもお願いいたします。大阪部選手でした。本当におめでとうございます。ありがとうございます。4レースの競争成績です。1着1番小坂部有沙、2着3番樋口ゆかり、3着5番細川優子。いいですね。まずもちろん社長がね、はい、日傘をしっかりと差しながら、ね、今西日強いの です、ね、はい、日焼け対策をきっちりとされながらですね、そして小坂部選手は浮き輪をしっかりはめて、で宇野選手と小野瀬名選手も、あ、傘が裏返ってしまいまして、うん、いろんな見せてくれますね、はい、本当に。たくさんのファンの方もね、集まってくださっていることだと思います。はい。社長が目立っちゃう。そうなんですよね。ひときわこう白いヘルメットがやっぱり視界に入ってきてしまうんですけれどもね。そうですね。お、浮き輪のパターンは初めて私見ました。初めて私も見ましたね、うん。これは上から飛び込んじゃったらひっくり返っちゃうんで転覆しますね。そうですね。ぴょんと。どういう形で行くんでしょうね。どうでしょうかね。あ、でも、あ、ストロングスタイルで20歳です。行く感じですかね。参りましょう、はい、せーの、綺麗に入った。危ない危ない危ない。一瞬上に出てこれから、はい、ちょっと危険ですね。今日参りました。はい、昨日以上にいっぱい飛び込んでくれた感じが、長島選手ね、そうですよね、うん、たくさん来てくださってますよ。今日もおっしゃったじゃん。
いろんな演出が本当にありますね。社長もヘルメットかぶったままで、はい、しっかり飛び込んでくださっておりました。いやでも本当に、ね、思い出に残るね、成人祭になったんじゃないですか。浮き輪をしたまま救助する側になってしまうという、はいはい、もう誰があの主役かも結局わからない感じになり、ね、なりがちなんですけども、はい、でも今回の、ね、レディースチャンピオンも本当に滑り込む形で、はい、出場権をゲットした、うん、ね、大阪部選手、勝率が本当にギリギリでね、うん、あと一歩っていうところで、はいはい、出場ねできました。そして今日3日目で、ね、1着が上がって成人祭を上げることができました。G1 デビュー戦でこのレディースチャンピオンも